皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちらの封筒の開封をしていきたいと思います。え、何この封筒、もしかして呪いの手紙。え、いやいや、これは先日楽天で購入したんですが、 M.2SSD ガチャになります。 M.2SSD ガチャ、はい、こちらは先日楽天で販売されていたんですが、メーカー指定負荷で 1TB のバルク品の M.2SSD ガチャが販売されていました。バルク品？バルク品っていうのは、簡単に言うとメーカーから大量仕入れして簡易包装で販売してるものになります。中古とは違うの？そうですね、大量仕入れなので基本的には中身は未使用のものがあるかと。で、こちらの商品メーカー指定負荷なんですが、いろんな種類のメーカーのものが入ってるらしいので、何が出るかを楽しみってことで今回購入してみました。ほほう、でこれいくらだったの？はい、こちら1枚、1800円でした。かなりのガチャ金額ね。まあでも M.2SSD の相場もピンキリですが、1万円前後のものから2万円するものまで様々なので、中身によっては良いかなと思って購入しました。なるほど、なかなかのチャレンジャーね。2個買いました。え、いやだからこの1万円の M.2 を2個買いました。とりあえず中身を見ていきましょうか。ということでこちらが今回購入したものになるんですが、どっちから開けてみましょうか。え、別にどっちでも。じゃあこちらの左側から開けてみたいと思います。バルク品ってだけはあって、静電気防止袋にマスキングテープだけで包装されてます。ガチャってさ、はい、中身を見る瞬間のドキドキってたまらないわよね。わかります。まあそれが沼への入り口なんですけどね。え、てか開けるのにいつまでかかってるのよ。いや、マスキングテープが意外と強くついてて、なかなか外れな。やっと開きました。それでは早速1枚目を出してみましょう。ドラムロール。さあ一体どこのメーカーのものが出るのか。ピンボケ。すみません、なかなかピントが合わなくて。はい、1枚目の M.2SSD は、こちらの MZVLD1TB というモデルのものみたいですね。え、何それ？型番をネットで調べたところ、なんと、サムスン製の M.2SSD でした。容量はもちろん 1TB で、シーケンシャルと呼ばれる連続した領域に順番に読み書きする速度は、読み取りが 3500MB/s で書き込みが 3000MB/s となります。これってすごいの？そうですね、今はもっと早いのが出てるのであれですが、この速度スペックだったら新品で1万5000円ぐらいはするんじゃないでしょうか。おお、じゃあバルク品とはいえ、新品の値段を考えたら当たりかな。とりあえずパソコンに取り付けて中身を見てみましょう。シュラララ。それでは検証機に挿してみましょう。今回検証に使うのは、こちらの i7-9700K で使ったパーツたちでやっていきたいと思います。え、それ大丈夫なの？あれから特に落ちたりとかはしてないんですよね。それではクリスタルディスクインフォで M.2SSD の中身を見ていきましょう。まあバルク品だからあまり変な数字は出ないと思いますが、これは検証用 C ドライブで、こっちが電源投入回数71回、使用時間19時間、総読み込み量 132GB、 総書き込み量 153GB。 これって中古じゃない？そこまで大量の仕様ではないにしろ、使われてた感がありますね。とりあえず続いてクリスタルディスクマークで速度計測もしてみましょう。確か読み込み3500の書き込み3000とかだったっけ？ですです。あれ、なんか低くない？あれ、確かに低いですね。は、今使用してる Z370F なんですが、先ほど CPU に一番近い M.2 スロットに SSD を挿しました。この下にも M.2 スロットがあるので、こちらに変えてみてやってみたいと思います。20倍速でやっていきましょう。お、速度が上がった。はい、公式ページにはどちらも PCIe3.0×4 と書かれているんですが、グラボを指してるせいなのか SSD を指してるせいなのかわかりませんが、先ほどまでは PCIe3.0×2 までしか出てなかったみたいです。ということで結果はこちら、おおむね交渉値通りの速度が出てますね。謎の仕様はあるけど、とりあえず中身は大丈夫って感じかな。ですね。とりあえず2枚目も見てみましょう。ということで2枚目も出してみましょう。次は違うメーカーとかかな。さて2枚目は一体、ドラムロール。
これって。まさかのダブリ。ということで2個目もサムスン製の MZVLB1TAB でした。これは当たり。買った品物的には同じものなので当たりとは思いますが、動画的には違うメーカーのものの方が良かったですかね。まあそればっかりはガチャだしね。ではこちらも検証機に取り付けて中身を見てみましょう。シュラララ。さてそれでは2枚目の中身も見てみましょう。さっきよりも使用されてたりしてね。それでは確認してみましょう。ポチ。とりあえずこちらも少なくとも新品ということではなさそうですね。あ、本当だ、使われてる。一応確認していきましょう。電源投入回数137回。使用時間13時間。総読み込み量 308GB。総書き込み量 112GB。ちなみに1枚目と比べるとこんな感じでした。こう見ると1枚目の方が書き込み量とかも含めて考えると、まだ使用は浅いのかなとは思いますが、どちらにしてもまあ新しさはありませんね。確かにそうね。一応2枚目もクリスタルディスクマークをやってみたんですが、1枚目同様、速度自体は問題なさそうですね。確かに3500とか出てるわね。で、これって一体何なの？はい、私も気になってこの SSD の中身をちょっと調べてみました。こちらの D ドライブが先ほどの M.2 なんですが、開いてみると、Windows。まさかバルク品の M.2 の中に Windows が入ってるわけないと思いましたが、ブート選択してみると、OS が立ち上がってきちゃいました。つまりどういうこと？理由はわかりませんが、とりあえずこの SSD はテスト環境等で、OS を入れて何かのテストに使用されていたものかもしれません。ちなみに、キャプチャーできてなかったんですが、2枚目にも同様に OS が入ってました。で、これどうするの？さすがにこれはバルク品の状況じゃないよな。ちょっとお店に相談してみるか。はい、ご連絡ありがとうございます。あ、すみません、そちらで購入した M.2 なんですけど、バルク品と書いてあったんですが、どうやら使用されてたっぽくて。それは大変申し訳ございません。もし中古品として良ければ3割引きさせていただきます。じゃあそれでお願いします。ということで、今回こちらの M.2SSD なんですが、なんと、中古扱いの3割引きにしてもらいました。おお、お店の人も対応早かったし良かったわね。ですね、バルク品というのが、どういうバルク品なのかわかりませんが、果たして中身が中古でもバルク品と呼ぶのかどうか、または新品なのか、新古品なのか、中古品なのか、ジャンク品なのか、だんだん自分でもわからなくなってきましたが、とりあえず今回のこちらの M.2SSD ガチャは、7000円でサムスン製の 1TB M.2SSD をゲットできたということで、かなりラッキーな買い物ができたと思います。あ、そういえばあの入ってた OS はどうしたの？あれはきちんと削除しておきました。あ、ちなみにこちらの販売ページはもうありませんので、またいいのがあったら、皆様にご紹介したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。